はい、今回はエスティローダーのマザーズデイの2018を開封レビューしていきたいと思います。こんな感じでですね、こうリボンもしてあって、はい、可愛いピンクの箱で、このままプレゼントとしても送れるようになっています。では早速箱の方を開けていきたいと思います。まず最初こちらのトートバッグですね。はい、こちらもセットで付いているんですけれども、はい、素材は傷がつきづらい素材ですね。フェイクレザーになっていると思うんですけれども、お花がこう付いているんですけれども、この縁取りがピンクになっていて、これはこんな感じで、使うときにこう、これを外していくと思うんですけれども、はい、裏は何も、はい、柄とかは付いていないですね。結構小サイズも大きめですね。中は特に仕切りとかはないですね。こちらに入っているのがコスメセットが入っています。でこのサイドの、はい、縫製も、はい、すごい綺麗にできています。で持ち手も結構長いので肩からかけることもできますね。はい、ではこちらのコスメの方見ていきます。コスメはこちらが入っていました。こちらの6点とあとこちらですね、はい、シールになっているんですけれども、こちらのパレットの上に、はい、好きなようにこのシールでこうデコレーションができるみたいですね。一つずつ色の方を出していきたいと思います。はい、ではまずリップは2本入っているんですけれども、この2色が入っています。まずこちらはピュアカラーエンビーリップスティックのカラー番号が33番のコンプレックスになります。こちらは販売されているものよりも少し量は少ないみたいなんですけれども、これだけ入っているので結構たっぷりと使えるなと思います。こちらのリップの特徴としては、はい、保湿力とあとピグメント効果で発色が良くて色持ちもいいということですね。色の方を出してみます。結構こう保湿力が高いのか、こうつけた時もですね、はい、こうスーッと溶けて、はい、すごい綺麗に発色します。少しコーラルっぽいピンクですね。程よくこう上品なツヤ感ですね。香りは少し甘い感じの香りがします。もう一つのカラーの方は06番のパワフルというカラーです。こちらはくすみピンク系の色かなと思うんですけれども、はい、色の方を出します。こちらもすごい綺麗に発色しますね。少し青み系のくすみピンクかなという感じがしますね。はい、こちらのカラーも程よいツヤが出ます。ティッシュオフしてみたいと思います。一度のティッシュオフだと、はい、結構しっかり色は残っていますね。こすってみたいと思います。結構色持ちはいいですね。こうキュッとこすってもしっかりというわけではないですけれども、はい、色の方は残っていますね。この2色は結構こう混ぜると可愛いかなと思うんですけれども、この2色を混ぜても、はい、可愛い色になるなと思います。はい、では次はこちらのパレットですね。こちらが全面鏡になっているので、メイクする時にも結構こう大きく映るので使いやすいなと思います。こちらのチップが1つとこちらのチークブラシが1つセットになっています。裏面に、はい、カラー番号が、はい、載っています。パレットの中はこんな感じになっていて、こちらがチークカラーで、あとこちら発色ですね、こちらはアイシャドウカラーになっています。すごい粉質がしっとりしていて、はい、つけ心地もいいですね。細かいこのパール感があるかなと思います。続いてはこちらの色を出しています。こちらで見るとピンクっぽさが出るかなと思ったんですけれども、実際塗ってみるとですね、細かいパールがピンクっぽい感じで、色としてはそんなにこうピンクがつくっていう感じはしないですね。で続いてはこちらの色出してみます。こちらもすごいパールが綺麗ですね。ベースはピンクゴールド系のラメなのかなと思います。こちらの色出してみます。こちらは濃いめのブラウンですね。光の加減で変わる偏光ラメが入っているのかなと思います。あと、はい、しっかりこうパール感もありますね。落ち着いたピンクブラウンのアイメイクをしやすいカラーだなと思います。こちらのチップでも色を出してみようと思います。この横
ここに出したのがチップで出したんですけれども、はい、指で塗った時とチップで出した時そんなに違いはないかなと思いますね。ブレンドもこうしやすいこな質だなと思います。続いてはこちらの4色を出していきたいと思います。まず最初はこちらの色を出していきます。結構肌なじみのいいベージュゴールドのカラーですね。細かいパール感はしっかりしているので、はい、ツヤ感も出ますね。続いてはこちらの色を出してみます。こちらよりも気持ちちょっと濃いめのゴールドかなという感じがします。続いてはこちらの色出していきます。ブロンド寄りのブラウンかなという感じがしますね。はい、綺麗なこうパール感のあるブラウンのカラーですね。こちらの色を出していきます。こちらもパール感はあるんですけれども、そんなにこうゴールドのキラキラという感じはないですね。ブラウンカラーのアイシャドウを毎日メイクで結構使う方には、はい、これは結構使いやすいカラーが揃ってるなと思います。チップでも色を出していきます。はい、こちらもほぼこう指で塗ったのとチップで出した時とほぼ同じようなトーンですね。ではこちらのチークカラーも色出してみます。今 2,3 回重ね付けしたんですけれども、細かくですねゴールドのパールが入っているので、光に当てるとこのゴールドのパールがこうツヤっと肌を見せてくれますね。不足のブラシでも色を出してみます。塗った時にあまり周りにもこう色が飛んでいかないで、はい、塗りやすいブラシだなと思います。続いてはマスカラです。こちらはダブルウェアエクストリームゼロスマッチオールエフェクトマスカラの01番ブラックになります。こちらはミニサイズのマスカラですね。の手のひらにも収まるぐらいのポーチにも入れておきやすいサイズですね。黒のマスカラになります。繊維とかも入っていなくてお湯で落とせるタイプのマスカラになっています。はい、最後は化粧水と美容液ですね。マイクロエッセンスローション、こちらは 30ml になっています。何泊かする旅行の時とかにも持っていきやすいサイズかなとは思います。このサイズ感にしては入り口が大きいので結構ちょっとドバッと出てしまうような気がするので、出す時には気をつけた方がいいかなと思います。はい、でこちらはアドバンスナイトリペアコンプレックスで、7ml 入っています。こちらも結構こう口がこういう風で、はい、このままドバッと出てくるので、はい、こちらもですね気をつけてこう出さないといけないかなと思います。スキンケアはこの2本が入っていました。はい、ということで今回はエスティローダーのマザーズデーをレビューしていったんですけれども、カラーの方もですね普段使いしやすい結構落ち着いたカラーが揃っているなと思うので、はい、プレゼントにも最適なんじゃないかなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。